田中俊明です。私、えー、私はカヤ南部諸国とはというタイトルで、えー、お話をしたいと思います。カヤ全体ではなくて、えー、和国と深い関わりになったカヤ南部諸国、えー、まあそれに限って、えー、その和との関係についてお話をします。えー、古代の日本は四世紀後半に。 朝鮮半島南部に出兵しそこを占領し植民地として562年まで支配したそのための統治機関が未満な日本府であったという考え方がかつての日本の学科における通説でありましたでそのことを伝える基礎資料は「日本書紀」であり真相を裏付ける確かな資料とされたのが公開同碑と七支党でありました。 現在はそうした考えが大きく変わったと言っていいですけれどもしかし中国の中高の歴史参考書などではいまだにいわゆる未マナ四件割譲を事実であるかのように図示するものがあります、えー、そもそも未マナという言葉は「かや」これは「から」でもいいですし、まあ、同じ言葉で漢字表記が異なるのみであります まあ、かやからくなどとも表記します茅葭、えー、国の一つの国の名前であります、まあ、それは3世紀にはクヤ国と呼ばれ、えーまあ、義氏の大砲軍から邪馬台国に至るルート上に登場します、まあ、現在の桂昌南道き、えー、近海市にあたります末期には金韓国と呼ばれます、えー、4世紀のいつ頃からかミマナという表記で、えー、記されるようになりました 道碑には400年に高栗の軍がミマナからにまで至ったということを記,記していますけれどもそれが現在最も古い記録でありますこのミマナからとはミマナとからではなくてミマナというからということで他の何々からと並んで唐諸国の一つであります。 さらに言いますと、ミマナというのは、この国を構成する有楽の一つの名であり、いくつかの有楽でミマナ国が成り立っていました。国内において有楽の象徴があり、他の有楽の名で呼ばれる時もあります。金、ま、冠、あ、もそれです。でまた、他の開シ国との相対的な関係から、南から、アリヒシノからと呼ばせていますけれども、 や大から大家や大からと呼ばれることもあります。ミマナ国があ大家と呼ばれるのは5世紀初めまででその後は別の国、まあ現在の慶尚北道高齢郡にあった国で固有の名はハヘですけれども、そちらが大家と呼ばれるようになります。 和はこのミマナ国と早くに交渉を持ちました日本書紀朱神期65年上に見えるミマナ国がそれでありソナカシチを派遣してきたといいます日本書紀においてはこれが日本列島以外の勢力との最初の交渉でありますミマナ国は先ほど申しましたように朝鮮半島から日本列島に至るルート上にあり まいわば朝鮮半島でワに最も近くに位置する政治勢力でありました、まあ、したがってそことの交渉が早くに始まるのは自然なことであり日本書紀がそのように記すのはまあ象徴的でもあります、まあ、秘密港でよく知られている和と義信との関係は神宮記の中に義氏や臣の帰郷中を引用するのみでありしかも寿人期より後であります まずはミマナ国との関係から始まっているのであります。死者派遣が事実かどうかは別にしてミマナ国との関係はその通りいち早く始まったものと考えられます。このミマナ国の名を日本書紀では異なる意味で用いています。諸国ののとしてや上記のような 植民地としてのミマナミマナの見分けなどであります日本の研究者はそうしてありようが当時における実態であったかのように考えているようでありますが私にはそうは思えません朝鮮資料や中国資料にそのような用い方は皆無であります日本書紀に独自な特殊な用法であり現実にそうであったわけではありませんそ,そもそもミマナの見分けは存在していなかったのであり 反証の方も早くに親しくなった外国であるミマナとその後も深い関わりを持つようになったためそこに対する呼称が広い意味に用いられるようになったのでありましょう藩羅諸国の反証である殻が広く中国に対しても用いられるようになったのと同じようにある意味それは御用でありますが それだけミマナ国との関係が長く深く強かったということなのであります、まあ、いずれにしてもしましてもあと最も有効な勢力がミマナ国でありそれに続いて西隣の特順さらに西のアラでありましたこれらはカヤ南部諸国と言っていいものですでははミマナつまり金韓国に 徳順・アラを含めたヤ南部諸国と4世紀後半に同盟関係に入ったと考えられます日本書紀において美ラ国との関係に続くのは神宮紀46年上に見える徳順との関係です神宮紀応神紀は明治時代の記念論争を経て 日本書紀が示している年代を120年繰り下げて考えなければならないということが分かっていますで400 46年は日本書紀が示す年代を政治的に直すと246年ということになりますがそれを120年繰り下げて366年のことに修正するのですでその年島ク宿を特殊に派遣します でそれが初登場であり、まあ、いきなり死者を送ったのでありますそしてそこで特潤のマ魔琴寛記から「クダラの死者が2年前に来たことを聞きます」え「のクダラ氏のテイラがやってきて輪に行きたい行きたいが道がわからないので教えてほしい」と言ってきましたで「私も行ったことはないがここから先は波が険しく大きい船を整えないといけないといったところでは今は帰るが」 もし和から人が来ることがあれば伝えてほしいと言って帰っていったとでそれを聞いた島のクネは従者をクダラに送りますが徳淳王も人をつけてくれましたクダラ王はそれを歓待し改めて和に舎を送るようになります、まあ、それがクダラと和との通行の開始となりますそして和と海南部諸国にクダラも加えた軍事同盟に発展したと考えられます えーまあ、話はそれますけれども「日本書紀」で百済が最初に登場するのはあ神宮期の9年いわゆる神宮皇后の三冠征伐記事で、えー、あり、えーまあ、白木を打ったところお駒・百済がそのことを聞いて下ってきたというものですでそれ自体が虚構であり今や史実と見られることはなく、まあ、現実の百済との関係も、えー、この46年以,上以後と見なす必要があります で46年から52年上は実にくだらの和への兆候の起源を述べた物語になっています実際にはくだらが朝鮮半島南部にカエルを使って友好勢力を求め海南部に至った時そこにはそこはすでに和と関わりのある地域でその海南部勢力を介して和とくだらとの関係が始まったというところでありましょうまあくだらは北の大国のコ立クリと 強くく敵対してておりり配合を固めておく必要がああったのでありますさて我が見舞い続いて関係を持った特潤は上の記事から見れば海岸にあったと見るのが自然であり津田宗吉や今西流など研究の初期にはそう考えていましたがアユ川房の進が手具に当ててからそれに従う意見が多くなっていきました。 君手、えー、氏が改めて南海岸の山湾ンン地方に否定し多様な説が登場しましたけれども山湾ンン地域で考えるべきでありますその中心地がどこであったかは確定していませんが近年では証言し豪北県道にあてる考えが有力であります荒尾、えー、は現在の京正南道刃文郡であり 特徴、えー、の西に一致しており、えー、未満な特徴について、えー、和との関係が成立したものと考えられますが、まあらが最初に登場するのはいわゆる唐七国平定記事であります唐、えー、平定記事というのは神宮記49年上に見えるもので、えー、かつては、えー、最初に挙げたかつての日本古代史の通説でありました朝鮮半島南部支配建設の 始まりを明示する史実として受け取られていたものですでかつての通説を最も体系的に示したのは政末安和でありその三間名公募士が到達点でありましたがそこではこの唐七国平定を岸年の史実として三間名の宮家の起点としていますしかしこの唐七国平定記事は極めて怪しい記事であり なぜこの記事が史実と認められ、その後に見放し支配がついたかのように構想されたのか、理解するのが困難なくらいであります。えまあその点の説明をします。え先の神宮記46年の島のすくねの措置を受け、くだらがワニシャを送ってくるのですが、それは47年以上に収載れています。 でやってきたくだらの使者は途中で道に迷って白木に着き、えー、輪に持ってこようとしていた貢物を奪われてしまい、えー、代わりに白木の良くないものを渡されたということを告げますでそこで白木に対してなぜそのようなことをしたのか門在師を派遣しようということになり竹馬、えー、の長彦が選ばれますでその門在師が戻ってきていない49年に いきなり白木を攻撃するための軍が派遣されることになり、えー、増派された軍の中には、えー、和に滞在している百済、えー、の将軍モクラコン氏も含まれていましたすで、まあ、に公頭向けの話ですが、えー、和の軍はあ徳順に集結しし、えー、白木を撃破します、えー、そして、えー、寄り手もって、えー、肘穂 在りしのから徳の国新たな徳潤から四国を平定すると続くので、えー、あります、えー、この最後の一文が「から四国平定記事の」のすべてであります「より手持ってより手持って」えー、よりってと読み、えー、その結果という意味です、まあ、事実を撃破した結果として、えー、四国が平定されたというわけです で白木と唐七国とはもちろん別であり、えー、白鵬がその通り破られたとしても、えー、その結果七国が平定されたということにはあ、まあ、およそならないものですまた集結した特準はすでに有効な関係にあった国であり、えー、南からは未満なでありますもちろん有効な関係であろうと、えー、集結地に設定しようと、えー、平定するのは別であると,と、まあ、言われれば それが和のやり方であると納得してしまいますけれどもでしかしこの簡単な疑問も多いか唐四国平定記事がどうして三間な支配の起点として捉えられ疑われることなく来たのか、まあま理解することが難しいと言えますで49年上には別の問題もありますくだらの将軍もクラコン氏をめぐる問題であります 日本書紀には木コ昆氏が3回登場しますあとは神宮期62年上と黄神期25年上であります黄神期25年上には中に百、うん、ラキを引いていますがそこに木コ昆氏のこの木ンチが見えます木と木ラとは同じ姓、えー、です百ラの有力な種族である木ラ氏は木来とも表記し 中国的に一時性にすると木氏になりますでその記事によれば木満治はクラコン氏が白木を打った時に白木人女性をめとりその間に生まれたと言います白木を打ったというのは残された資料の限りでは49年以上になりますところが朝鮮古代史の基礎資料といえる三国式に木雷満治が登場します まあ、木イ氏は木氏であるので木ン地と同姓同名であり同一人物である可能性が高いといいますそこではくだらの王と感情が航国によって攻撃され陥落しそうになって外郎が王子文集を逃がそうとして木マン地に委ねたことを記します475年のことでありもし木ン地が神宮四49年にあたる369年か それれれにににに近いい年に生まれたととすれば475は100歳を超えることになりおかしいものですでそのためモクラコン氏登場の記事ももう60年繰り下げる修正をすべきであるという意見があり私もそれが正しいと考えますでそうであればモクマンチが生まれたのは429年かソ連に近い年ということになり475年には40歳代の壮年になります そのように神宮紀49年上の黙羅恩師に関わる記事をもう60年繰り下げると49年上には120年繰り下げて修正した記事とさらに60年繰り下げるべき黙羅恩師関係記事とが混在していることになります黙羅恩師に関わる記事を除くと前々年に白木に派遣された千曲長彦が くだらをのもとに行っている記事が続くことになりまあ前後を整合的になりますその立場に立てばからし国平定記事もさらに60年繰り下げるべき記事に含まれ429年として私立かどうかを考えなければならないということになりますしかしそのように移したところで上記のような問題点疑問点はそのまま引き継がれます そのためその近似は日本書紀の造作と考えるのが妥当でありますつまりカラシ国平定は日本書紀がそう作った嘘であり歴史的現実とは関係がないということであります韓国ではこの記事を否定するために49年以上に見られる和の軍事行動が実はだらが行ったことであり主語を読み替えなければならないという考えが主流でありますが そうしたところで疑問点は解消されません荒の問題に戻りますと和と荒との関係の始まりは記事がないということになります有効な関係であったことを明記するのは先にも取り上げた公会堂秘文ですで古くから関係の深い未満な364年に通行した徳順そしてそれを介した百済 さらにあらが同盟関係に入ったと考えられるのでありそれは360年代末以後と考えられますでそうした関係をもとにして白銀出兵したあわの姿が碑文には記されています公会堂碑は公倉の長城が414年に王都これを国内城と呼びますが現在の中国吉林省周安市にあたります に立てた拒否であります広く土胸を開いた王という名を送った父の偉大な業績を記し王陵を守る守護人のことを布告することを目的としていましたで当時国邦を中心にした日であり自らの都合に従って記していますが和は自らと対峙される、まあ、大きな勢力として位置づけています。 先に述べましたように碑文には400年に小国の軍がミマナからにまで至ったということを記しているのでありますがその時アラジンの寿兵、まあ、守備兵が出てきて小国軍と戦っています、まあ、そうした行動の背景にミマナとアラとオアとの同盟関係があるのであります 当然これより以前に和とアラとの関係が成立していたということであります。以上、未満な金韓国、徳順アラというカヤ南部諸国とはが360年代以後、4世紀後半に同盟を結び、そこにくだらも加えた連携ラインを作り上げたことについて述べてきました。 でここで重要するのは、茅の南部の諸国に限られるということであり、茅野全体ではありません。茅野が一つにまとまって何かをするということはないのであります。で我が有効な関係を結んだのは、茅野の一部に過ぎませんで。そしてこの関係は基本的に6世紀前半まで維持されます。 ご世紀までは先進文物のおの流入はカヤ南部からが主ですで。こうした関係の中で利害が一致しないこともありました。え神宮記六十二年上はモ目黒君氏が登場する記事の一つであります。通常百二十年繰り下げてた三百八十二年に修正するのでありますが、この場合はさらに六十年下げて四百四十二年のこととして考える必要があります。 神宮紀62年上には白銀が調考してこないので卒飛行を派遣して白銀を攻撃させたとあり中にはくだらきに我が幸彦を派遣して白銀を攻撃させようとしたが白銀が美女二人を送ったので幸飛行は白銀攻撃をやめて唐国すなわち大海を攻撃した国王の古本寛旗は王子たちを引き連れてくだらに逃げた 妹が輪に合ってきてき天皇に訴えたところ天皇は怒って黙羅昆肖をカルコクに派遣し国を復興させたと記していることを伝えています <noise> 神宮記のままでは砕きに記された天皇が誰を指すのか分からない絵ですけれども442年に繰り下げれば陰形に当たることになりますただ単純にそれでいいのかどうかは分かりません また幸彦も、えー、繰り下げた場合にも卒彦を卒行させていると見てよいのかどうか、えー、それも疑問であります、えー、とりあえずここでは442年に倭国が幸彦を派遣して白木を攻撃させようとしたことしかし幸彦は白木の策略を受けて、えー、大海を攻撃したことそしてその後木倉昆衆を派遣して、えー、大海を復,刻復興させたことを伝えているものとして、えー、それが当時の史実かどうか ととといいいうことを考えたいと思います我が内陸の大海に対して攻撃をすることができたとすれば先に見たヤ南部諸国との関係を前提にしないと無理であろうしあるいはそうしたヤ南部諸国からの要請によって軍を出して内陸まで進軍したということかもしれません。 少なくとも海南部諸国が感知しないところでの派遣はできなかったと考えられますモクラコン氏は先にも触れましたように「くだらの将」とされる人物であります王や王子たちがくだらに逃げ王の妹だけが和に合ってきて救援を求めたというのでありますが救援軍を出したのはくだらであったと見るのは妥当でありますくだら王がくだらの将であるモクラコン氏を派遣し大海の避難を救った といううのが実際でありましょうで当初は白木を攻撃しようとして白稲の策略から急に大海攻撃に変更したというのはどうでありましょうか海南部諸国が介在したとすればその意向もあったはずで攻撃対象が変更されたとは考えにくいところです。 さてそのような史実があったと考えた場合和とくだらの利害が一致していないということになりますくだらは和の内陸までの進出については支持しなかったものと考えられますそしてくだらが大海の避難を救ったことからくだらの大海に対する圧力が始まったと考えることができます大海はその後くだらの圧力に対してくだらに近い海の西側の諸国を急合して連合を形成し 結成し対抗すするようになります私はそれのその連合体を大海連盟と呼んでいます百済は475年に高栗によって王と官定が陥落され外郎が殺され一旦滅亡するに至りますがそれまでの高栗の百済攻略を目指す南下策は427年の高栗の平壌戦闘一つの段階として進んでいくのであります 470年代にはかなり強くなっていたようでクダラは472年にそれまで関わりのない北義に対してその救助訴え救援軍の派遣を要請していますしかし北義は黄栗と深い関係にありクダラの要請に応えることはありませんでした大会連盟の成立はそのような黄栗の攻略によってクダラが弱体化する470年代であったと考えられます ところで宗女和国伝によれば和国王の姓が443年に宋に使者を送り宋は安東将軍和国王という地位を与えました、まあ、さらに451年には私説節徳は白木美学から新幹母刊六国将軍寺の称号を加えましたでこの中に殻が見えています、えー、姓の前の王である陳は 私設・都督は「くだらしらぎみまな新官母官六国処軍寺安東大将軍は国王と」と、まあ、自称しそれが正式な称号になることを要請しましたがそうは安東将軍は国王にしたのみでありました。陳の時に要求しながら認められなかった私設・都督の称号が正になって認められたということであります。 まあしかし賃の時に求めたことが記憶され、せに与えられたということではありません。清和政で自らの称号を求めたはずでありますで、それは四百四十三年の時でありましたただしその時には賃と同様に安東将軍は国王とされたのみでありました。そして四百五十一年に再度要求をしたにに対して、まあ上記のように認められたということでやりましょう。 その場合、陳の自称称号と姓が実際に与えられた称号との間に大きな違いがあります。それは、都督〇〇諸処分の称号の中に、からが加わっていることであります。陳は、都督から諸軍時は要求していませんが、姓は要求し、そして認められたということでありましょう。都督〇〇諸処分とは、〇〇に地名が入り、 その地域の軍事的執権を認める証拠であります総合庁の国内において皇帝が新海に対して与えることがありますがそれは実際にその地域の軍事権を与えたということでありますしかし国内ではない地域に対してその皇帝が軍事執権を持っていたわけではなく当然与えると言っても言葉だけのことであります実質的に機能することはありません しかしそれでも受け取った方は皇帝のお墨付きをもらったということで利用しようとします和王もそのことを目指して自称し正式に任命されることを要請したのでありましたここで443年に和王政がそれまでにない都督から諸軍事を求めたのはその前年に 大会への進出が阻止されたことと関わると見るのが自然でありましょう。四百四十二年の大会進行は幸彦が主体であり、それは桂木卒彦を指し、つまり桂木氏が主体となるものであるが、四百四十三年の和王政は大王家で、それとは別であるという見方があります。大会への軍事的な進出は、桂木氏の行動で、総栄の検視や称号の要求は？ 大王家であるというように分けて考えよというのでありますが果たしてそのようなことが可能でありましょうかリン記期62年上に引くくだらきの記述でも幸彦は天皇に命ぜられて出兵したのであり桂木氏独単独の行動としていません実際もそれは無理でありましょうしかも60年さらに繰り下げた年代で 幸彦を4世紀に活動したとされる桂木卒彦に結びつけることが問題であり442年であれば隠形の時代ということにもなります大海への軍事進出もそれに先立つ海南部諸国との関係もまた総王朝に対する外交も和王権としての行動であったと考えるべきであります内部が一枚岩ではなく大和が統一された状態ではないといっても 対外的な軍事外交を種族単位で行ったと見るのは現実的ではありません、えー、和王チンはそうから、うん、都督は白木美真から新官母官六国諸軍事、えー、他の称号を認められたのでありましたが当然和王が和以外の地域を軍事的に支配できたということではありません 僧、まあ、はあ自らの利害のある都督くだら諸軍事は認めませんでしたがそれ以外の地域は利害がなくまたあるいは道の、えー、地域でありました、えー、そこに対する軍事意識権を持っていたはずはありませんが、えーまあ、だからこそ要請のままに与えたところで通用のないものでありました、まあ、和にしてみればその名目的な称号を背景に現実の進出,進出を目指すということがあってもいいと思います ミマナからはミマナとカラで,ですがミマナはミマナ国及びそれを中心とする海南部を指しカラは大海国を指しますミマナは上記しましたようにかねてより関かりのある海南部諸国に対してそれを抑えようという意図を示すものと言えますしカラは進出に失敗した大海に対してまずはそうから許可を得て えー、さらに進攻を目指そうとしたということでありましょうもちろんミマナ側も唐側もそのことによって、えー、我が軍事権を持ったというように見なしたはずはありません、えー、もう一つ言えば「都督ク百済諸軍事」も要求していることは「えー、下済よりも上に立とう」という意思を伺かがわせるものと言えます うは和よりもだらを高く位置づけており利害もあるので認めなかったのでありますがだらもそのような和の意思を快く思ったとは考えられませんだらくだらで和よりも上に立っていると考えていたはずで外交は互いに自らを上であると考えて行うものであります中国公朝は圧倒的に巨大でありそのように考えることはできなかったでありましょうが でこの点も和とくだらとののの利害の不一致の例とうべきであります和と海南部にくだらを加えた同盟関係は、えー、まあそのようにすべてが確固たる強い結びつきを持っていたとはまあ言い難い面もありますけれども、えー、和と海南部についてはまあ良好な形でその後も維持され520年代まで至ります。 白木が落東港を越えて金韓国に対する攻撃を始めあらは危機意識を持って和に救援を求めます和は青海の県の実に6万の兵を率いて向かわせますが最初は津久市において白木と結んだ祝いの勢力によって止められますそれを抑えた後再度派遣され白木との前線に向かおうとしま,しましたが白木の勢いに押され特順に撤退します そのためアラはアワに帰ってクダラに救援を求めます。クダラはすでに大海連盟属している海阿西部の顧問、さらに多社へと攻略を進めていました。金韓国は532年にシライに降伏し、シライ軍は特徴にとどまったままアラにいるクダラ軍と対峙する形になりましたが、まあ、その後10年ほど膠着状態になります。 白木は金韓国に特別な待遇をし白木に下ってきた王に対して王とに住まわせ神骨身分を与え貴族に弟子本国も職有としました、まあ、その対応を見た荒はくだらよりも白木にしたった従った方が得策であると考えるようになりますがくだらはそれを何とか引き止めようとしてくだらの生命を正王、まあ、が残っている茅の諸国の代表を集めて くだらおとで会議を開きました。いわゆる未満な復興会議と呼びます。五百四十一年と五百四十四年に実際に開かれました。まあ、しかし、結局、それでは何も決めることができず。その後、まもなく、あらわしらぎに下ったものと考えられます。和の代表も会議に参加しましたが、和は。くだらよりも、あらの考えを支持しました。しかし、それによって、海南南部諸国は証明し。 和との同盟関係も終焉を迎えました開外諸国と和の関係ということで言いますと先にも触れました大海連盟諸国と和との関係についても述べなければなりませんけれども時間の関係もありまして今回は省略いたします以上で終わりますご静聴ありがとうございました